い、皆様こんにちは、幸筆よしみでございます。前回も書いてきて、その前も書いたんですけれども、ここまで書いたら中学生の女の子もということで、書けるかどうかわからないですけども、やってみたいと思います。これ小学生の女の子のランドセルなんだけど、男の子だったら黒にすればいいっていうことを、前々回の動画見てください。前々回は中学生の男の子ということで、これ書いていきましたけれども、これ中学生の女の子ですね。まあどうしましょう。また黄色の色鉛筆で下書きをしていきます。まあ当たりをつける感じですね。お顔、中学生の女の子の手、今度はパーにしようかな。学生服が今のはないかもしれないけど、この私はこのセーラー服が大好きなので、セーラー服にしていきます。ねえ、書けるかなって感じですけど、当たりだけつけました。そこに黒のボールペンで書いていくんですが、どうしようかな、大丈夫かな、これセーラー服の襟かなんでやねんって感じですけど、セーラー服の襟から襟を書いて、でまたこの子の手を上げてるんだけど、今度はあんまり大きくならないようにね、パー。こっちの手は下げてるんだけど、ここにセーラー服の大丈夫？さあ、問題のお顔でございますけれども、丸気ない、こんな髪の毛の、そんなことないよね。笑顔にしたいです。こんなんでどう、中学生に見えない、高校生くらいわかんないけど、まあこんな感じでね。またこの桜、入学はね、やっぱり桜の季節ですね。桜、今年は桜早かったよね。もうハラハラしちゃってますけれども、でもキラキラ忘れないようにね、キラキラ。はい、こんな感じで下書きというか女の子を書きましたら、色塗っていきます。色塗っていくのは水筆とこのパステルになりますが、水筆にね、水が入ってない、ちょっと入れさせて、はい、水筆にお水を入れました。でね、前のが洗ってあるかどうかわかんないんだけど、さあ何色、あ、大丈夫だね。ピンク色がちょっと残ってるんで、桜から塗っていきたいと思います。ハートね、全部ハート、ハートかわいいね、ハート。といつも言ってるんですけど、はみ出したり塗り残し OK、 全然大丈夫、別に芸術なんで、それで私は OK にしてます。きっちり塗りたい方はもちろんね、塗っていただいた方がいいと思います。お口の中も塗っちゃおう。リボンピンクにします。まあ、白いリボンのところが多いんだけど、いいです。ピンクにしました。で、紺色だよね。
セーラー服といえば、黒か紺。あんまりセーラー服って最近ないのかもしれないけど、やっぱり昔懐かしい女の子の制服ということで、セーラー服紺色にしてみました。はい、紺色で塗ったら、一回洗って、グレーの髪の毛ね。黒でもいいと思うけど。髪の毛。髪の毛を塗って、靴、グレーの靴、履かせて、で、なんか黄土色？なんだろう。みたいな色でお肌塗っていきました。黄色でキラキラ。塗ったら、ほっぺをね、塗りたいんだけど、乾くまでちょっとお待ちください。では、乾くまでの間に文字、入学おめでとうね。これはですね、いつも使っているブラシライター2のピュアレッド。これ、クレタケです。これで入学書いていきます。おめでとうの方は、これはペンテルの中字水性顔料インクでございます。最近字が下手？ちっちゃい。うん、ちっちゃい。うん。すごい直してる。一気に書けない人。なんか字が下手でごめんなさい。字が下手なのでちょっと直してます。おめでとう！直しました。申し訳ございません。直しました。で、ここに四つ葉のクローバーね、幸せのクローバーを入れます。ピュッ。で、ほっぺ。ほっぺ入れたいんだけど、いけるかな？ほっぺ。いけた。ほっぺね、かわいい。いったな。発汗と再どう？こんな感じでいかがでしょうか。これが女の子用、やっぱ封筒ね、封筒だから中身はお手紙でもいいですし、お金でも入学のお祝い金でもいいと思いますので、ご自由にお使いいただければいいと思います。ね、お名前を入れたかったら、ここにね、何々ちゃんとかね、これ、前回の文もあるんだけど、ここに何々ちゃん、何々ちゃん、何々くんとかね、これ青で塗ったら何々くんとか、そんな風にすればいいと思います。この、小学生のだけは、ここの下書きの跡を筆でね、アカシアの際で書いてますけど、他のはこれね、フリクションです。フリクション。フリクションで書きました。これもね、フリクションで書いてきております。はい。3回にわたって入学おめでとう書いていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。これでまた入学おめでとうが終わりまして、また通常営業に戻っていくんですけれども、また何かね、書いてほしいものとかありましたらコメント欄に入れていただけるとすごくありがたいです。あ、もちろん DM でもいいですし、LINE でも大丈夫ですので、書いてもらいたいものとかありました時にはおっしゃっていただきたいと思います。それでは、
チャンネル登録忘れずにされてください。いつもご覧になってくださってありがとうございます。それではまた。